君の直接届くモンソルのプライムです。さあ、スキョモリ、ようやく7話目やっていきます。まあ、ちょっとね、普通と始め方違うんですけども。どうしてこうなっちゃったの？みんなさっきから私の後ろをじっと見つめたままよ。表情を固くこわばらせて、一体何にそんなに怯えてるの？私は怖くて振り返れないけど。みんなの目に何が映ってるっていうのかしら。吉尾が七不思議なんて話すから、恐ろしいものでも現れたっていうの？それとも、なんだか嫌な予感がする。あ、不意に声を漏らしたのはまさみおばさんだったわ。それが合図だったのか、みんながさっと身構えたの。え？何？そう思った瞬間、私の後ろの壁にかかってた柱時計が一回だけ鳴ったわ。キャ！私は驚いて隣にいた吉尾の腕を握りしめちゃってた。すると、それまでは瞬き一つせず、真剣な面持ちで息を押し殺していたみんなが一斉に吹き出したの。見たかよ、プライムネーの情けない顔。うるさいな。しんと静まり返った室内に突然大きな声が響いたんだもの仕方ないでしょ。だいたいみんなひどいわ。私一人だけ仲間外れにして。プライムちゃん怒ってるのかい？うん、とっても。いやね、こんなことくらいで、いちいち腹立てないでもいいじゃん。時計の音なんてどうってことないと思うんだけどね。私だって知ってたらこんなに驚いたりしなかったわよ。ごめんな、みんな悪気はないんだが。ああ、安明さんか。安明さんにそう言われると私困っちゃうよ。さっきまであんなにイライラしてたのが嘘みたい。なあ、どうでもいいんだけどさ。プライムね、いい加減に手を離せよな。あ、すっかり忘れてた。私ったらずっと吉尾の手を掴んだままだったのね。プライムね、やっぱり俺のこと好きなんだろう。吉尾はそう言ってにやりと笑ったわ。誰があんたのことなんか。私はパッと手を離すと、吉尾にくるりと背を向けたの。ああ、なんで安明さんに抱きつかなかったんだろう。失敗だわ。それにしても、みんなすっかりくつろいじゃってるけど、私の中の嫌な予感はまだ残ってる。みんなのいたずらなんかより、もっとずっと邪悪なものが迫ってきてるような。そんなことを考えていると、メリメリ。私の頭上から奇妙な音が聞こえ、パラパラと埃のようなものが落ちてきたの。私が天井を見上げたとき、プライムちゃん危ない！安明さんの叫ぶ声がして、私の体は思いっきり横へ引っ張られたの。その次の瞬間には、大音響とともに壁が崩れ落ちてきて、間一髪だったわ。安明さんが腕を引っ張ってくれなかったら、私壁の下敷きでぺっちゃんこになってた。危な。一体何があったの？恐る恐る天井を見上げた私の目に映ったのは、天井の板をベリベリと引き剥がす大きな毛むくじゃらの手。破られた天井の穴からは空に広がる暗闇が見え、時折赤く光る目が覗く。暗闇に光る赤い目。私どっかでその話を聞いたような、もしかして頭蓋骨をガリボリ食べるっていうあれはずっと前におばあちゃんから聞いた話じゃなかったかしら。確かそうよ。この家の周辺の土地には山のように大きな毛むくじゃらの妖怪と、頭が天に届くんじゃないかっていうような巨大な守り神様がいるんだって。全然違かった。おばあちゃんは一度だけ守り神様に会ったことがあるんだよって言ってた。とっても気まぐれだけど優しい人だって。時折裏山の方で怪物のうなり声がするけど、すぐに守り神様が現れて妖怪を退治してくれるから安心していいんだよって。今私たちを襲っているのはおばあちゃんの話に出てきた妖怪に違いないわ。お願いします、守り神様。私と安明さんとみんなを妖怪から守ってください。私は必死に祈ったわ。祈り続ける私の目の前で、鉄尾おじさんが、ゆかり姉さんが、みんなが次々と妖怪の鋭い爪によって切り裂かれていく。それでも守り神様が現れるような気配はない。プライムちゃん、君と吉尾くんだけでも逃げるんだ。何言ってるの、安明さん。そんなの嫌よ。プライムね、こっちだ。こっちに秘密の通路があるんだ。ダメよ。安明さんと一緒じゃなきゃ嫌。しがみついて安明さんの体はひどく頼りない。ごめんな、プライムちゃん。そう言ってにっこりと微笑むと、安明さんはその場に倒れた。その背中には妖怪の爪で切り裂かれた傷がくっきりと。いやー、プライムね、しっかりしろよ。私は半ば意識を失いながら、よしおに支えられるようにして崩れた家を後にしたの。でも他の親戚とかもいっぱいいるんじゃなかったのかな、この家。守り神様なんていないんだ。そう思いながら。え、終わるの？あ、よかった。それから数時間後。キャー！少女は部屋に入ってくると同時に悲鳴を上げた。少女のお気に入りのドールハウスが、飼い猫のいたずらで見るも無残に破壊されていたのだ。ああ、派手に壊してくれちゃって。あ、人形までボロボロ。せっかくパパとママが作ってくれたのに。和子にまさみ、ゆかりでしょ？鉄夫があって、やだ、私のお気に入りの安明までこんなになっちゃってる。あとは、あれ？ちょっとよしおとプライムの人形がない。どこにやっちゃったの？パパとママの人形なのに。私が怒られちゃうじゃない。もう、どこに持って行ったのよ。行方不明になった人形が、どこへ行き、どこで暮らしているのか。少女はまだ気づいていない。へへ。シルバニアファミリーだったってこと？でもね、鉄おじさんの人形を作ったっていうことは、だいぶクオリティの高い人形を作る人たちだったんだね。はい。というわけで、1周目。まさかの僕たちが話していた、あの家はね、人形さんの家で、僕たちは人形だったっていうエンドでしたね。怖い怖い。はい。というわけで、この動画というかこの1周目がね、全体が楽しいと思ってくれた人は、こいつぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の2周目でお会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。